古川正夫から1877年4月2日は、明治時代の日本の教育者。福沢諭吉の弟子として、日本の近代教育の礎を築いた教育者の一人。慶応義塾初代塾長。また幕末には、軍艦頭並みとして95名を引き連れ、江本軍に加わり母親戦争を戦った。9名を、古川雪像、岡本雪像、 岡本周吉といい、岡本博司教の筆名でも知られる。広島県西中国山地に奥深い山形郡川、小田村生まれ。昭屋の三男に生まれ青年期に医学を志し、広島に出て、広島城下で漢学を学ぶ。1856年、19歳の時、大阪に出て、当時日本中の秀才が集うと言われた、小型公安の敵塾に入門、乱学。 兵学を治めた。この頃は岡本周吉と称した。1858年、この敵塾で塾長を務めていた福沢諭吉が中津藩の命令で江戸に蘭学の塾を開くことになり、同窓の中から同行者を募るとすぐに行くと言ったのが周吉だった。敵塾で学んでいたのは武士や官方医の子が多く、藩や家とのつながりの強い彼らは即座に、 決められなかったと言われる。その点、農家の三男の周吉は動きやすかった。こうして周吉は、江戸へ下る原田雷蔵と三人連れで同年秋江戸に入る。築地テポスでゆ吉と同居し、ゆ吉が開いた蘭学塾、一唱家塾の第一期生となり、著書翻訳を相当数手掛けた。1860年、岡本司の名で訳した万国表は、 日本統計学史上珍しい文献と言われ、オランダ語から訳された、日本最初の世界統計書とされる。1871年12月、日本の中央統計機関として、陰評価が設立されたが、製評の文字はすでに周吉によって使用されていた。福沢は、周吉の才能を高く評価し、なんとか、周吉を世に出したいと考えていたと言われる。福沢は、 周吉の郷里である、芸州藩に乗り込み、藩で雇ってくれないか、史跡だけでも貸してもらえないかと、自家判したが、周吉が農家の出身であるとの理由で断られる。次に、江戸下野辺の旗本、古川家が、婿養子用紙を探しているという話を聞きつけて、周吉を推薦、1862年25歳の時、周吉は、同家の養子となり、なお、 古川雪像と改めた。母親戦争当時の肖像1868年、慶応義塾初代塾長に就任。しかし古川は、戦いを好まない諭地が止めるも聞かず、江戸から脱走し、旧幕府軍、江ノ本軍に加わる。古川家が徳川家の旗本であったのがその理由とされる。慶応4年6月、長崎丸艦長として、 榎本武明艦隊本隊に先駆けて江戸湾を脱出。明治維新、母親戦争時には榎本武明らと共に函館五稜閣に立てこもり新政府軍に抵抗。軍艦高尾の艦長となる。1869年には高尾艦長として宮古湾海戦に榎本武明、土方歳蔵らと参加するも途中暴風雨に愛機関を損傷。 速度が上がらず、ストーンウォール号奪還作戦の奇襲には参加できずに、追撃され、田野畑村沖らが浜へ座礁させ自沈。高尾捨て総員退去を命じ、上陸後降伏し、新政府軍に捕らえられ、東京に護送されて、厳しい取り調べを受け、約1年間拘束された。言うことを聞かなかった、伏倉だが、諭吉はそれでも可愛がり、入浪した。 く倉を何度も尋ね面倒を見た。一旦資材を言い渡されるが、後に釈放され、今度は古川正夫と改名し、教育者としての道を歩き始める。1870年から1872年には、日本最初の小学校教科書の一つとなる、英理事への課の発刊した。本書は、日本最初の洋風文典とも最初の近代絵本とも、 言われるまたこの書物の中で日本で初めて背広という言葉を使用したと言われている。1871年知恵の糸口などを刊行。1870年から1871年築地海軍兵学校教官。1872年公部省に展示1873年ウィーン万国博覧会開催に祭祀。 出品目録書著書編集係として同地へ派遣された。欧州諸国をめぐり、帰国後、キリスト教に傾倒して、洗礼を受ける。津田線の経営する学能者にて、ジュリアス・ソーパーの説教に預かっていた。1874年名6社に加入。キリスト教の博愛精神から、当時、日本に多かった目の不自由な人の教育施設の必要性を解き、 1875年、津田千羅と共に、落前者を組織、盲ろうア社の教育を発揮し、中村義隆、岸田銀行、山尾洋造、ヘンリー・ホールズらと、日本最初の盲学校と言われる、東京盲学校の前身、訓盲院を創設した。これが、日本の特別支援教育の始まりである。また1875年、私学金末塾を開き、 後公共学者と解消。これは、現在の青山学院大学の源流の一つとなっている。2008年に、慶応義塾が刊行した、慶応義塾史辞典の古川正夫の項目には、明治8年3月、神田錦町に錦末塾を設立し、英語教師として宣教し、ジュリアス・ソーパーを招いたと書かれている。ところが、青山学院大学の50年史では、 公共学者は、ジュリアス・ソーパーが設立した。公共学者は、ジュリアス・ソーパーらが設立したと書かれており、青山学院大学の公式ホームページの遠隔でも、ソーパーを中心に、築地に開校された、公共学者、ソーパーのいた、説教書に、古川正夫の一族が入信してきて、津田一家と彼らの協力によって、公共学者が設立されたなどと書かれている。 古川が設立し、ソーパーを招いた塾の更新学校に、古川正夫の一族が入信してきたという記述は、妙に思える。1877年、41歳で病死。著作には他に、陽光満筆、英理寺への勘などがある。古川雪像に関するカテゴリー、岡本周吉に関するカテゴリー。ありがとうございます。